ただ、日本人って別に、まあ、日本人に限らずですけど、外国の方が一生懸命日本語を使って話してくださっているから、間違えていても意味が伝わったら OK なんですよ。そううん。一番大切なのは気持ちが伝わる、考えが伝わることなので、いいんです。ね。うん。ですが、まあ、私は本さんに、そこはあえて、じゃあちょっと注意していきますね、っていうふうに言ったんですよね、初め。このレッスンが始まる前に。丸いの形って言われても、あ、丸い形なんだなって、もちろん通じますよね。丸なんだなって。四角じゃないんだ、丸だってわかるから、全然いいんですよ。丸いの形でも。私たちは全然気にしない。でも、やっぱり上級者になればなるほど、そこを修正して、より流暢に、もう自然な会話をしたいわけですよね。そうなんですね。そう。だから、そういう細かい、なんていうんですか、ポイントを見つけて、修正して練習していく。まあ、それが会話コースの、まあ、大きなところかなと思っています。メリット。うん。